いやいや、言うてね、B バンカーはね、なんか某ゲームの某男臭いキャラと性能がね、うん、うわーうわさあ、戦法出てくるは、レンコさんのコノハとイノさんのグラリーチェ。さあ試合数は似通ってるか、このやる気。あ、このピンクコノハちょっといいなちょっといいな。あ、森本対するはジラエル。やっぱりせいだよね。さあ、レンコさんとイノさん、まずはと詰め、カウンター人、さらに受け身から A 詰め当たってしまう。画面端気味からの、さあぐるぐる入れ替わって、んー、さあ宝石切り、これがグラリチェ。ジャベリンからの下段飛んでくる、当たってしまって、さあ 4D ガーキャンからの B 詰めはガードして攻め込んでいく、イクリープス。さあしかし安い、ジャンイー当てて第2ラウンド、ジャンシーガードさせて攻めていく、ジャンビーカウント人、これはちょっともったいなかったか、バースト使って手裏剣からのコンボ叩き落として、ここは暴れてソング、困ったらソング。さあ総裁戦、さあいい感じに土地まではいい感じだったけど、さあ今度は警戒しすぎてしまったか、バックジャンプ、これ惜しいぞ、2位ためガウンター人から、とりあえずゲージ吐き出して安定コンボ、減る減る。まあクラリジェもね、根性値最後の方にならないと乗らない上にね、せいだと防御力低いんで見た目にはすんごい減る。しかしてしまった、これどうする、受け身はしっかり寝っぱなし。さあ画面中央を詰めつかる、この隙に攻め込んでいきたかったが、フォースでキャンセルしてゴースペルだっけ名前忘れたけど、セーブレイズ。2番台が終わり、はい、じゃあ2番台、次の試合が、ジャムさん、わら2012さんチームと、ヌエさん、ブチさんチームは大丈夫かな、うん、そっち集まってるね。で、動画台の方の次の試合が、はい、マンゴさん、ナオ兄さんチームと、ハミさんと生命チームなんで、お願いしますと。さあここに来てキラードギャラ、でもなんかキラ使い多いよね、そう思うんだけど。さあ花のあるかなと性のあるかな、さあ里中キラ対応援キラボディから、さあ後衛、ここはダウンを打ち、 B バンカーの年季なら俺の方があるとばかりに、だんだんだんと、さあ花コンボ投げていく。さあペースを握っているは里中、総裁総裁からB バンカー、なんとかジャンプしたが、総裁総裁足払い、応援さんがいいようにあしらわれている。第2ラウンド、そうそうはサデジド、ドライバー入れてここからペースを握っていきたい。はい、猫魂しっかりとコンボつなげて足払いからの、あっさあ表ボディしっかりガードしたが、ワンコンボ足払い、さあここは C バンカー面白いことしないでいいからさハッハッフフ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 フ
完全に叫び方しなこれ通常だと感じだしさ。さあアルカナマザー、お互いに遠くでもやることはそこそこある。ソング、さあ飛ばせない立ち回り。さあ遠距離戦では正側に分があるか。チョップ投げて、さあ分からないぞ。八重辺に置いといて、さあ飛ばないで、ロクシーはしっかりガード。ガーキャンドライバー起き上がり、 B バンカーは避けて、ってこだからの読み合いは、さあなんとか逃げるさあ荒ぶる昇竜、真空波動のポーズがちょっと見えたけど、さあ面白いぞこれあ面白いぞこれ。ソング3ゲージある時のね、ソング結果が非常にめんどくさい。エクリプス勝ったのは応援キラー、なんとかキラ使いのベテランの威厳をはい、では動画内次、マンゴーさん、ナオニさんチームと、ハミさん、生命さんチームではお願いします。はい、ハミさーん、ハミさーん、あ、いたはい、じゃあ決まりましたかね。ワンピースワルがハミー攻めチーム、 2P がマンゴーナオニーチーム。おっと、真ん中、あ、動画じゃない台でどうやらブチさんが苦い顔をしている。どうなったのかは動画に残っていないので知る由もありませんが、まあ、やっぱ今回エコが強くなったんでね。はい、とか言ってるうちに試合スタート。愛の伝道師ハミキャサリン対マンゴーコノハ。はい、家庭用配信でおなじみマンゴーさん、アルカナハート3、家庭用から初めてメキメキと力をつけてまいりました。さあハミキャシに対してどういった戦いを見せてくれるのか。ここでシクタクボンボン燃えてキクロスで吸収していくというカードを初期にして、すでにタクティクスが極まっている。受け身狩りはなし、投資は当たらず、あとこのミス、空中投げしっかり追い打ち決めて、ハミキャシが1本先取。あとやってねえよと言っているが、ここはゴミだった。メランクリアかと思ってちょっと絶望した風でしたが、ここでチクタクボンボン着火だが自爆している、6割減った。追い打ちの伊豆の落としで6割減りましたね。ダメージ補正どうなってるんですかね。あれさあ、だが懲りずにチクタクボンボンを置いて投げる、そして着火、キークロスで吸って、この立ち上がり面白いですね。自分の飛び道具にしていくという。さあ、ここはメランコリアきっちりガードして、ラリアット、超ラリー、間はまだ残っていたが、受け身狩りをきっちり決めて、ハミキャシーが先取。対策だわ。あれうまいですね、チクタクボンボンをその場に置いて、その場で着火してキクロスで吸ってはい、おっと終わった。はい、ジャムさんチーム勝ち。はい、反対側、インチョコガチーム対三浦ゆずチーム。何を悩んでる、インチョコガ、インチョコガ、はい、三浦ゆず僕のトリック破れるから、
はい、では動画台の方は生命ドロシー対ナオニーキラー、6位カウンター、今回非常に強くなりました。そして風のイクリプスで置き攻めを仕掛けていくが、これは何か漏れたんでしょうか。ガーギャンからの下がり B でワンコンボ入れて、ジャンシーからの立ち回り戻って役が成立、カウントヒット、トリプルからさらに拾って画面端はここで抜け出す、あーとこれは読んでいたか、空が逃げを読んでの投げを読んでのガードといったところでしょうか。やはりさすがに試合数を積んでいる。そして僕のターン何も当たらないが、総裁からエクセルして、ギラ側まだ美味しいのが入っていない、めくってゲーダン大目キャンセルから安いがしっかりコンボし続けていく、おっとジャンプ、2B がカウントしてバスを使っていく、ベールテックスカウンターからのこれは届かず、まだあるバカさあめくっている、めくりはシャッフルで切り返す、ゲージ状況はキーラー側に潤沢なゲージがあるが、シャッフル体力がやや厳しくなってきている、あっとバースト使わざるを得ない、ここは熱波でうっとーノーシービーバンカー、ブレインデッド直伝といったところ、ガードしている、あっとあらわめくり根性師見せていく、あと初心者って書いてありますけどみたいなやつ、さあめくって、これは繋がらないが、投げは下げている、で画面端トリプルからジャンニビー、ジャンニビージャンシースカシーワンコボ、さらに画面端、さらに固めが続かない、ガーキャンでうまく逃げる、これは繋がっている、トリプル、さらに画面端見ているが総裁から三振が入っていた、バースト間に合わず生命神チーム勝利です。はい、ラークライミ大使対井上、いるよね、はい、はい、じゃあ実況戻します。